ず、まあ、サイドからどんどん攻めてでクロス入れたりシュート打ったりっていう、まあ、やることは特に変えずに、まあ、取り組めたかなと思います。はい、これまで2回最後勝ったら昇格っていうところで逃してきてるんで、まあみんな、まあ、応援も日曜日で来てくれるということも聞いてますんで、まあ、みんなチーム一丸となってまた勝利目指して頑張りたいと思います。まあ、チームとしてその退場者が相手に出てもそういう戦術変えたことはなかったんで、まあ、今まで自分たちがやってきたことをやれば必ず点取れるっていうことは、みんなで言ってたんで、まあ、そこが、まあ、みんなで共有されてた部分が良かったかなと思います。雰囲気としては、まあ、勝ちにこだわるっていうところで、まあ、練習からやってるんで、まあ、目の前の相手に負けないで仲間を助けるっていうところが、まあ、それができてるんで、まあ、今日の試合は勝利につながったのかなと思います。あ、まあ負けたことはもう切り替えるというかもうしょうがないと思うんで、その負けを引きずってて次勝てないというのが一番意味ないと思うんで、まあ、今日の一戦をまず勝つということだけをみんなが考えながら、まあ、そこでいい声かけがあったりとか雰囲気は作れてたかなと思います。